5月16日、1日の取引が終了しました。日経平均株価は3営業日ぶりに反発しております。昨日と比べて49円97銭高の19,919円82銭で取引を終えました。昨日の海外株高が追い風となりました。昨日のヨーロッパ市場ではイギリスやドイツの主要な株価指数が揃って最高値を更新。ニューヨーク市場でもダウ平均が上昇し、ナスダック指数や SP500 は最高値更新となりました。世界的にリスク先行のムードが広がる中で、為替市場では円が弱含みました。東京市場に入りましてからも1ドル113円台後半と、昨日と比べて円安方向に触れたことが株式相場には追い風となりました。日経平均株価、今日の午前9時32分に19,998円と、節目の2万円まであと1円余りに迫る場面もありました。ただその後は高値警戒感などもやや意識されまして、売り物に押されて日経平均は上げ幅を縮小、前引けにかけては若干マイナスになる場面もありました。ただ5番に入りましてからは再び買い物が優勢となりまして、日経平均株価大引けでは結局49円高ということで、3日ぶりの反発で取引を終えております。値上がり銘柄数は全体の約 56% の1130銘柄でした。これに対して値下がり銘柄数は約 38% の767銘柄。規模別で見ましても、大型株指数が3ポイント高、中型株指数5ポイント高、小型株指数7ポイント高と、それぞれまんべんなく上昇しております。売買高もそれなりに膨らんでおります。売買高は21億7400万株、売買代金は2兆6603億円ということで、2兆6000億円を超えております。決算発表、昨日まで行われたということを受けまして、高決算銘柄を買って不振の銘柄を売る銘柄選別の動きが活発化したということも、商いが活発、高水準だった一つの要因として挙げられます。こういった中で、今日買われた銘柄としましては、大きい銘柄では NTT がありました。9432の NTT は今日で10連騰、10日続伸となりました。年初来高値更新です。こちらは昨日の決算発表で、今期2018年3月期に配当を30円増やして150円にするということを発表しておりまして、これが素直に交換された形です。業績も堅調ということで素直に買われました。他にも7717 V テクノロジーが大幅に上昇しまして、こちらも年初来高値更新。さらには2006年につけました株式分割を考慮した実質で最高値に迫る場面もありました。こちらも昨日の決算発表が材料でして、前期の決算が上振れたということに加えまして、今期につきましても大幅な増益を見込んでいるということが素直に交換されました。逆に下げた銘柄では東芝が売り込まれました。5番に一段安となりまして、結局大引けでも 12% を超える急落となっております。こちらは昨日関西圏のつかない前期の連結業績の概要を発表しまして、5400億円の債務超過になったということが明らかになりましたが、経営の先行きに対する警戒感が改めて意識されて売り込まれたという状況でした。以上、今日大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。